はい、じゃあやっていこうと思います。鍵を作るために B4 に行かないといけないですね。はい。枯れた声も良きですね。ほんと今日はメンバーに笑かしてくるんだよ、メンバーが非常にさ。それもうさ、笑いすぎてマジで声が枯れた。今日はごめん。なんか疲れた声かなーって思ってる人も本当いるかもしれないですけど、疲れてるってわけじゃなくて、ただ単に枯れてるだけなんですよ、声が。すいませんね。それでは、暗い道を、渡っていきたいと思います。確かこの先さ、やべえやついたよな。なんか敵が増えてるかもしれないんで、ちょっと、かもっていうか、まあ確実に増えてるんで、ちょっとね、気をつけていきたいんですけど、レッツゴー、レッツゴーだね。はい、いました。はい、オーバーキルですね。打ちすぎましたね。はい、ファイトですよ。ありがとうございます。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、行くぜ。テンションは上げてけよ。テンションはね。あ、これいるんじゃないっけ。いたよね、確か。いたいた。もうちょっと前に出てきてほしいよね。よし。あ、全然弱いわ。まあ僕が無限弾薬を所持しているから弱く感じるっていうだけですけど。まず、鍵を作りまーす。皆さん、本日の Z タイプラディオは見ていただけましたでしょうか？まだ見てないよって方はね、僕の、概要欄からですね、僕のバンドの YouTube チャンネル登録して、そちらから、僕のバンドのラジオ番組を、見てほしいんですけれども、 Z タイプラディオというですね、まあ、Z タイプブラッドというバンドをやっておりますので、 Z タイプラディオというね、ラジオ番組を勝手に、自分らで、ツイキャス配信、そして、アーカイブは YouTube に上げてやっておりますが、本日ね、7月30日、あ、まあ、今日付まで31日になっちゃってるんだけど、まあ30日、やってきましたよ。ね、ラジオ番組ね。今日はね、スペシャル。今日メンバー大集合スペシャルということで、本来であれば Z タイプラジオの方は、ベースのね、ルイさんと2人でやってるんですけれども、今日はね、メンバー全員揃ってやりましたよ。いますね。あー、やばい、硬いな、あいつ。本気で硬いな。やばい、逃げろ。やばい。マジでね、このね、ビーチ・オブ・シャドウというね、難易度のこいつ。こいつなんだっけ、名前。ゾルダート・パンツァーだったっけ。こいつはマジでやばくて。あ、やばい。どこまでも来るな、こいつ。え、ちょっと待って。追い詰められた。やばい、やばい。ここまで来るかな？来ないかな？いや、来るな、多分。あ、待って、マジやばい。あ、やばい、来るな、来る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 。余裕で来る。この机を利用して戦おう。いや、ひるんでもいねえな。やばくない？こいつ。よし、倒しました。あ、てかさ、忘れてたけど、こっち行けるよね。こっち行けるよね。めっちゃ忘れてたね。よかった、思い出して。あ、こっちじゃなかったっけ？どこだっけ？ごめん、道間違えた。ちょっと待って。いやー、声枯れちゃってしゃあないな。今日、もうメンバーに笑わされすぎてさ。CD ショップへ、ご挨拶回りとか行ったり、ラジオやったりだとか、もう喋って喋って喋り倒して、笑って笑って、あ、これだ。もう笑っちゃって笑っちゃってしゃあなかった、今日は、マジで。よし。エイムもいいな。今日めっちゃ調子いいぞ。声は枯れてますけど、すいませんね。ほんと。
どうなんだろう、無限弾薬のさ、アサルトライフルでやっているバイオハザード、ベイオハザードを見ていてみんなどうなんでしょうか。面白いんでしょうか。まあでも気持ちいいよね、非常に。こう敵がいっぱい出てきて、こう無限で撃ちまくれるっていうこの状況はきっと見ていて気持ちいいんじゃないかなって思うんですよ。だからハラハラドキドキ感を体感したいよっていう人はぜひとも、1周目僕が初見プレイした時の動画も YouTube に上がってますんで、そちらの方はね、皆さんご視聴いただきたいなって思うんですけれどもね、いかがでしょうかいかがでしょうかとか言って道合ってるよこれ。あ、いるね。いや、こいつここきついな、マジで。ダメか、ダメだな。爆発物で攻めないとダメだわ。無限ライフルはね、ロマンだよね、確かにね。しかも無限グレポンもありますから、こちらには。あ、ここ危険だね。ちょっと出てくるかな、あそこから。あ、出てくるな、余裕で出てくる。いや、こいつ何発、あ、やばい、これ追い詰められたりしないよね。待ってね。あ、やばいな、こいつが出てくるだけでめっちゃ振り出しに戻されるっていうか。倒した、はい、 OK です。いやー、ロマンだよな完全に。待って、道分かんなくなった。こっちだっけ、合ってるよね多分。合ってるね。 OKOK。 さて、はい、戻ってきましたでしょ。これ下手したらちょっと無理すれば今日クリアできるな。どうだっけ、俺鉄球作ったよね、これだ。 OK。 ちょっとね、バンドの用事があって帰ってきて今すぐにやってるんでね、バイオちょっと疲れが出ていますが、若干ね声も枯れていますし、まあでも全然バイオは息抜きなんで全然いいんですけどね。ちょっと心配はしないでほしいんだけど、ちょっとエイムが定まらなかったり、喋りのキレが、実況のキレがなかったりすると思いますが、皆さん、危ねえ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 、あー違うよー、間違えたー。ほら、喋りながらやったらねこうなるからね。まあその何、喋りにキレが なかったりしますけれども、皆さんちょっと勘弁してください。はい、いや今日はほんと自撮りが漏れた日だったわ。もうもっと時間かかると思ったけど、無限の力はすごい、無限の力無限の力すごいっすよね、無限の力はすごいね。無限弾薬の力がもう半端じゃなくて。よし、今、よし。おしゃーっていって、ここね。はい、はい、OK。すごいね、無限弾薬の力すごいですね。はい、クリア。一応もらっときましょう。で、デュークのところで一旦セーブしましょうね。あ、ただあれか、まだシュツールムとも戦ってないんだよね。なんか今日カクカクだな、大丈夫かな。デュー様の待ち受けカレンダー欲しいです。待ち受けカレンダーね。あ、待ってね。ご利用ありがとうございます。カレンダーにしなくても僕の自撮りをあれですかね、待ち受けサイズにした画像を何かの特典とかにしたらみんな喜ぶのかな。まあなんかいずれ考えようかな、そういうのも。まだねちょっと僕の、まあ今僕もツイキャスで配信してますけど、
ツイキャスがお茶爆の設定ができてないんで。こんばんは。はい、どうもこんばんは。コメントありがとうございます。なんかできることあったっけ。なんかできることあったっけ。ないよね。ショットガンってフル回答されてんの。これされてるな。探索の成果を期待しておりますぞ。ちょっと待って、マジで武器50万あんだよな。なんかしたいよね、50万あったら。なんかできるよな。マグナム弾を買うか。スナイパーライフル在庫数85発か。素敵な旅になりますよ。いらねえな。お金ばっかあってもどうしようもねえな。なんもいらねえ。よし、じゃあ B1 行きましょうか。シュツルムと戦うところかな。ちなみにマグナム弾はいくらあんの。いくらってか、いくつあんの。22発、まあ、29発か。そうか。ショットガンの弾が全然ないね。ショットガンの弾作るか。ショットガンの弾って薬液必要か。ふざけてんな。まあいいや、作るか。まああと使うもんないから。よし、71発になりましたね。ショットガンもいいですね。いくぞい。ハイゼンベルクの鍵使っていきましょうね。いや、こういうガシャーンっていうドアロマンあっていいよね。あ、ここの鍵使ったらもうあれか、すぐ。あ、回復薬、ナイスナイス。回復だけはマジでナイスなんだよ。はい、あ、これ俺好きなんで読んどきましょうか。試作機シュツルム、払い下げのターボプロップエンジンを使用。リアクター出力を強くしすぎたためか、突進ばかりでほぼ不制御不能となった。正面には無敵の性能を誇るものの、自身の腕をプロペラで切断する、長時間の活動で、熱暴走するなど問題が多い。結論、完全な失敗作ということでね。はい、そのシュツルムさんと今から戦おうと思いますが、はい、でこう来たらね、あそこから出てくるんだよ確か。あれ、あ、そうだね、出てくるので。邪魔するな。はい、俺には時間がないんだということで、どうしようかな。グレポンをちょっとここにセットさせてください。はい、危ね、ちょっと一瞬食らっちゃった、ごめん、ミスった。え、どこ行った。いやーこの難易度のシュツルムマジちょっと恐怖でしかないよね。よし、やばいやばい。あ、待って、ここは行き止まりだ。危ねえ危ねえ、当たる、かすったね今ね。あ、炎だ、ずるい、ずるいです。危ねえ、危ねえんだよそれは。やばい、炎だ、危ない。よし、ここで、あーやばい、当たんね、当たってる当たってる。オッケー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 。よし、待って、火がすごいなって。あっべ、おい、マジか。よし、どこ行った、え、どこ行った、マジで見失った。やばいやばい、逃げろ。これね、炎がね、おい、ちょっと待って、はい、オッケー。やばい、あー、くそ、やばい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 、え、本当にやばい。回復2つ使っちゃった、こいつのために。こいつ俺ね、地味に苦手なんですよ、スルム。よし、これはいい位置だよ。あ、倒したかな、まだか。あー、よし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 。いやー、無限アサルトマジ強いわ。ただね、アサルトが無限の弾薬のおかげでめちゃくちゃ早く終わったように見えて、結構壮絶な戦いだったよね今ね。よしよしよし、オッケー。どっかにショットガンの弾薬ってないの。ありそうなもんだけどね。
ないか。なかったっけ？あ、ないわ。なんだ。さて、じゃあ行きまーす。この先に。もうここだもん。やべえ。超早い。あ、薬液、薬液、薬液。薬液欲しい。はい。葉巻手に入れて、ハイゼンさんの日記ありますが読みませんと。OK。はい、じゃあ急いでちょっと先に行きましょうね。今日若干眠いんで、ちょっと急いで先に進まないといけないですよ。すいませんね、皆さん、駆け足で、非常にすいません、駆け足ですけども、眠いので僕の睡魔が限界が来る前に終わりたいと思います。眠いけどバイオはやりたいんだよ、マジで。うん、もうこれ癒しだから、俺の最近のねマイブームですよ。バンドのラジオでもバイオハザードが最近のマイブームですと喋りましたけれども、私本当に最近の癒しはバイオでして、はい。なんかここアイテムねえのか。ここでハイゼンベルクが襲ってきます。もうここか。早いな。はい、ハイゼンベルク登場でございます。悪くね、大したもんだ、ウィンター。これこのシーン好き。自分で浮かせた金属に乗って動くっていう。はい、ここでクリーチャーになりますね、ハイゼンさんが。おお、コントローラーがマジでやばい、震えてる。うわー、つかめつかめつかめ、ゆーっとボーンということでね。あのクソ野郎、ハイゼンベルクかっけんだよな。まあクソ野郎ではあるけど。はい、じゃあこの先に本命のイケメンがいますから、ハイゼンベルクのことは忘れてとっとと進みましょう。ここにね、本命のイケメンがおります。関わるなど言ったはずだぞ。クリスかっけえわ。なんだ偉そうに。ミヤを殺したクソ野郎めが。俺がミヤを殺す？あれはミヤじゃない。ミランダだ。何？何？やつは生体兵器だ。擬態能力でミヤに化けていた。あの銃撃でも殺せず、とどめを刺しに来たんだ。ふざけるな。ならなぜすぐに言わなかった？もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めばややこしくなる。なぜ俺たちなんだ。どうしてこんな目に。そうだな、わかった。お前には説明しておこう。レンチを貸せ。はい、というわけでね、ここでね、手短に言うとミランダは正気じゃない。いろいろ真相がわかるシーンですよ。化け物たちはすべて奴が生み出した。イカれた特異菌の実験場だ。特異菌？ルイジアナと同じ。なんてこった。家族を救えると思ってたのに俺は無力だ。ここからも出られない。いや、そうでもない。これを見ろ。数分前に部下から E さんがキャッチできてなかったら絶対画面割れてた。ローズ、まずい、行かないと。落ち着け、今は部下が監視してる。だが、やつは娘を。分かってないな。お前一人ではミランダには勝てない。
俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。エレベーターを使え、地上で会おう。俺たちで必ずローズを救い出すんだ。共にな。ああ、ケリをつけよう。ミランダを見つけて、奴を終わらせてやる。よし、それじゃこれを使え。忘れるなよ。一人で突っ走るな。もう引き返せない。はい、というわけでここから、ハイゼンベルクとね戦うんですけど、ここに回復薬と、確かあそこに、そうだね、ショットガン弾薬がありますから取っておきましょう。でですね、ここにちょっと基本この、難易度、最高難易度のこの実況ではこの読み物は読んでなかったんですけど、これちょっと読みたいと思います。すごい重要なやつなんで、このパソコン、ハウンドウルフ各員ですね。ハウンドウルフっていうのは、まあ、あれですね。クリスが所属していた、部隊の名前ですね。工場内の探索を完了した。組織とのつながりを示す証拠を見つけたかったが、空振りに終わったようだ。だが一方、ミランダの研究に関する資料をいくつか押収した。どれも俺たちの推論を裏付けるものだ。ミランダは自身の体に特異菌、ですね、特異菌を感染させ、いくつもの能力を手に入れたらしい。その一つが擬態。やつは細胞分裂をコントロールすることで他人に化けることができる。ミランダはミアに擬態し、ウィンターズの家に潜入した。これがいつ頃かっていうのがちょっと分かんないんですけれども、まあ多分数ヶ月間かな。イーさんは、ミアにじゃないですね、ミランダに騙されていたわけですね。目的は言うまでもなくローズの誘拐だ。母親である、ミアの姿の方がローズを制御しやすいと考えたのだろう。なんかね、ローズには特別な力があるらしいですからね。だが俺たちに攻撃されたやつは、死体に擬態し、死んだわけじゃない、死体に擬態したわけよ。死体に擬態し気を伺うことにした。やつは輸送車の中で蘇生すると、乗員を殺害しローズを連れ去った。でね、まあ、その中でね、乗員を殺害したんだけれども、生き残ったのがイーさんだったんだね。まあイーさんもね、カビでできてるんで、体が、まあそこで殺されなかったのもうなずけますよね。ローズを連れ去った。そして、ミランダにとって予定は狂ったが、当初の目的は果たしたというわけだ。だがそれもここまでだ。これから工場を爆破してそちらに合流する。そうですね、ハンドウルフ隊は工場を爆破します。今思い出の工場が爆破されようとしているっていうね、すごい、悲しい状態ですけれども、まあまあまあそれは仕方ないでしょう。ハイゼンベルクとの戦闘になるだろう。やつお手製の、自走砲を見つけた。磁力に影響されないポリマー素材製らしい。こいつを改造して逆にやつにぶつけてやる。というわけですね。連絡は以上、また後で会おう。ということですね。これですね、その実装法っていうのは、ポリマー製なので磁力に影響しないです。ハイゼンベルクに対抗できますというわけですね。乗っていきましょう、これに。でどうやらね、このね、こいつはポリマーか。これね、やばいらしい。うん、このバイオハザードビレッジ最高難易度ビレッジオブシャドウにおいて最もやばいとされるのが、このハイゼンベルクとの戦闘らしいです、この後の。はい、大丈夫かなとちょっと思いますけれども、ちょっと頑張っていきましょうか。ちょっと待って、間違えて今手法打っちゃった。大丈夫かな。リロードしてくださいね、早くね。まあ、これで上に行って、はい、これで上に行ってハイゼンベルクとの戦闘になります。ここがかなりきついという噂を、耳にしましたが、大丈夫でございましょうかね、これね。さてさて、行きますよ。これガードね。よし、はい、行きましょう。はい、もう撃ちまくるしかないですね、これは。いや、この時点で結構食らっちゃうよね、やっぱ一発で。これで回避。
いや、やばいな、これ多分。あそこ壊したいな。壊せるか、壊せるか、壊せないか。あー、邪魔。いや、ダメだな、これ。危ね。ちょっと待って。うわ、え、待って。え、あ、びっくりした。はい。やべえ、もう赤いんだけど。よし、一回だけで。この間ね、回復できないんですよ、何かきついって。この間回復できないのがきついです。よし、やばいなこれ。ちょっとやばい、やばい、やべえなこれ。ちょっと待って、焦ってマジでできねえ。壊せ壊せ壊せ。やばい、これまずいな。勝てる気がしねえぞ。よし、待って、なんかに引っかかってる。よし、回復ができないからね、もう赤なんだよね、体力が。マジでやべえ、それが。やばい、あ、死んだんじゃね。あー、死んだわ。これきついですね。これきついです。ファイト、ありがとう。リュウ様ならできます。ありがとうございます。あ、こっから？きついな。いやー、これ、来るか。やばい。あ、やばいか。大丈夫か。よし。画面壊せ。あ、ダメだ。あ、めっちゃ下手くそって言われてる。ムカつくな。よし。あそこ壊したい。やばい。あー、外した。よし、よし。あ、リロードできましたね。待って、一回こっち避けよう。やばいなこれ、近いな。まずい、体力オレンジになりました。やばいなこれ、えぐいえぐい、マジでえぐい。よし、今さら調子よくなったところでな。よし、調子いいぞ。必要。よし、調子いいっすよ。やばい、あー、これはまずい。あー、死んだか今のは。ちょっと早かったな今攻撃。なるほど、あー、なるほど。これダメだ。あー、やべ。よし、これだけ分かってきてもまだ勝てないか。無理か。
これ無理だな。あ、ナイス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 。ここでそれやってくれるのは超ナイスだよ。ちょっと距離取ろう。距離取って、ああ、はいはい。距離を取るのが超大事。超優先事項。あ、ごめん、これミスった。あ、いけた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 。あ、顔邪魔だな。間に合わなかったガードが。でも、ね、若干ねコツは分かってきたっぽいよ。ちょっとこれミスったね。これミスったけど。よし。え、まだなの？これ近づいてくるまでは打ちまくって大丈夫。これね、左右、あ、こっち行けるわ。よし。ちょっと距離取りたいけど、でも今攻撃チャンスなんだよな。待って、待って待って、いけたんじゃない？ああ来た、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 来た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 。進んだ進んだ進んだ。あ、進んだ進んだ進んだ。あ、やった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 。やった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 。あ、まだかまだか。あ、そうだよね、これで終わりだよね。やった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 。あ、あ、やった、あ、やった。ご住所様、よっしゃー、ご住所様。嘘だ、こんな奴にやられるはず。やったやった。俺はミランダを。兄さん、爆音が聞こえたぞ。何が起きた？あ
イゼンベルクを倒した。ミランダを見つけてローズを取り戻す。一人じゃ無理だ、危険すぎる。そこで待て、リーナ。兄さん、ローズ、やった。応答しろ。やったミア。大事だろ、私たちの娘は。俺の全てだ私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、それからどうする？何か手があるのか？わからない。だがローズは助ける。愚かだな、お前は。妻に入れ替わっても気づかずに。哀れな、イーサ。お前誰だ？ローズは！やめておけ。得意金の力を持つエブリンを覚えてるか？ローズはその力を引き継いだ。いいや、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう。あらゆるものの精神を操作できる。その肉体が欲しい。黙れ、イカリ女め！心配いらぬ。ローズは復活する。この金婚は全て記録しているのだ。ただしその時は私の娘として生まれ変わる。ローズはお前の子じゃない。どこに行った？姿を見せろ。なぜローズが誕生したのか、両親に因子があるのか。お前もまた興味深い存在だ。だがお前の力は把握できた。モルモットとして生かしておく必要もない。ミランダ、臆病者め、隠れてないで出てこい。恐れがいいさ、死は一瞬だ。金婚はお前も記録する。お前の血は後でゆっくり研究するとしよう。夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、私は真の母親となるのだ。血が永遠につながる限りな。これまで長かったが、ついに我が願いが叶う。ローズをよりしろに、ようやく我が子と再会を果たす時が来た。はあ、マジでやばかったわ。マジでやばったわ、ハイゼン。ベルク。俺何分くらい戦ってた？20分、40分くらい。戦ってたかな。いやマジエグかったわ。死んだと思ったマジで。あー、この僕がね、龍がね、死んだかと思ったマジで。隊長、イーサン・ウィンターズの死亡を確認。遺体の回収は断念したが、記録だけは残した。画面を共有しろ。状況を振り返ろう。俺たちはミスをした。昨夜ミアに化けたミランダを始末したが、奴は生きていた。死体にまで期待できるとはな。俺はローズとイーサンを移送した。ミランダが感染させた可能性があったからな。だが二人を乗せた護送車が襲われ、駆けつけた時にはイーサンもローズも消えていた。イーサンとの最後の電話で俺はミランダの声を聞いた。奴が殺したんだ。報いは必ず受けさせる。クソ、いつまで続くんだ。何のことだ、任務か。全てだ。
この事件を追ってもう3年だ。時間をかけすぎた。スクワッドならいつでも行けるぜ。ESAA のお出ましか。さすが早いな。任務変更は？いや、変更はなしだ。ミランダを始末し、ローズを救う。ただそれだけだ。もう失敗はできない。じゃあ人暴れするか、昔みたいにな。任務開始。了解。了解。K9、BSAA の動向が知りたい。探ってくれ。了解、任せな。隊長と暴れるのは久々だな。しゃあ全然まだいけるわ。情報任務ばかりで腕がなまった。だがおかげでミランダの狙いを知れた。ハイゼンの、ミアに化けてるってのは半身半身。ハイゼンとの戦いでね。頭に5発食らったのにまだ生きてるとは。もう本当にもうムカムカしたんで、ちょっと気持ちいいことするわ。この後おライカンをアサルトライフルで撃ちまくるという気持ちいいことするわ。ちょっとまあイーサンの方が強いんだけど、クリスと比べると。まあでもまあしょうがない。クリスで許してやろう。ミアだけ助けに行くわ、とりあえず。全員適正 BOW に注意しろ。了解。適正 BOW の集団とコンタクトした。予想より数が多い。気をつけろ。え、待って。は？ふざけんな、お前。あ、全然余裕。あ、一発今食らったけど、全然緑だから、多分。全然大丈夫だわ。めっちゃ難易度上がってたりはしないわ。あ、だけど、ちょっと待って、あ、待って、嘘だろ。これはちょっと待って、ちょっと俺、甘えが出た。ちょっと待ってね、一回死のう。いや、いいか、回復すりゃいいか。あー、もうやだ。ちょっとさ、ちょっとどいてほしいな。こいつ全然前に進めねえ。ちょっと待って、ごめんね。グズグズしちゃって今。まだ来るよね、確か。あ、来るね。なんか走ってくんだよね、めっちゃ。よし、ゆっくりやっていこう。ここは2種ルートクリア先行する。 Go go。 油断するなよ。ここ先行で突っ切るわ。はい、行きましょう。なんだあのキモいの。これってこの家の中入れる？入れないんだ。おそらくミランダもあそこだ。急ぐぞ。先行で突っ切ります。大型の変異種 BOW を確認。無視します。やばい、追いかけてきてんな、これ。 OK OK。 アイテムがあるよね、こっちで。あれ、どこだっけ。あ、こっちか。忘れてた。あー、全然いいわ。ハイゼンと比べたら全然いいわ。何だったんだあいつは、マジで。
バーアイズ、捕らえてるか。うん、見てる。目標まで200。ん？あ、そこにいたのか。ここも結構危険だからね。はい、言いますね。ちょっと待って、一回こっち下がって、あいつら来るのかな。来ねえな。あ、来てる。うそ。後ろからも聞こえるな。あ、聞こえてたのにいない。待って、リロード遅い。うん、あやめろ、調子乗んな、ライカーのくせに。マジで調子乗んないでほしい。来てる。無限ではないはずだから。なんで動き速くなってるとか。まあいいわ、結構回復はあるから使っちゃおう。来てるね。どっから何？ねえ。あ、弓か。忘れてたわ。弓のやついんの。いったねえ、ちょっと。で、それはないわ。ちょ、待って。ねえ、もう。今日やめようかな。無理かも。弓のエイムが半端じゃない。はっはっは。ね、弓の人エイム半端ないんだけど、あいつ。あいつか？ちげえな。どっからだ？動き早すぎ。どこだ、弓のやつ。あ、そこか。ちげえのか。ああ、お前死んでねえのか。あ、アイテム、あ、回復がない。ダメだ、もうこれ。うわー、クリスで死ぬか。ちょっと集中しよっか。ごめん、みんなマジでごめん。ちょっと今集中力がマジで切れてる。ん、どこから。あ、こっからなんだ。あ、そうなんだ。一番最初からだと思ってた。すげえ、こっからなんだ。余裕じゃん。マジか。は？ねえ、もうやだ。エイムが定まらない。なんで死んでないの君。なんで死んでないの君。なんで死んでないのかと問いたい。ねえ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 、近い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 。うーん、なんか近い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 。リロードだけさせよう。え、何？どっから？え、夢のやついないのに。アーチャーいないのに。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。おー、お前やばいってそれ。来てる。よし。来いよ。あそこにいんな。ん？なんか弓のやつやばい。やい！弓のやつやばいんだけど。何それ？ちょっと待って。ごめん。フラグ使うわ。
はお前やべ、リロード遅い。ねえ、ん、まだ生きてんだお前。避けんな弾を。いった、なんで死んでないの。早く死になさいよあんた、早く死になさい。ほらほらほら、死な、はい、死な。もうお前は来てんじゃないもん。なんだお前、あんたも早く死ぬのよ。はい、もう、はい、もういいの、さよなら。ったく調子に乗んじゃねえよ、ライカンがよ、この野郎。お前もだ、お前も。え、そこにもいるし、バレてるよ。来るな来るな、お前は。お前も来るんじゃない、ほら。まったく調子乗ってんだよ、ライカンがよ。身の程をわきまえなさい、もう。まったくまったく、もう。まずあのでけえのから倒すか。ちっこいの邪魔だな、お前。ねえ、分かったからもう静かにしなさい。なんで回復もうないの。ほんと、いって、ワッツ、ここの難易度あんま変わってないはずでしょ。変わってるのかな。まあ確かにライカンの動きってこんなに早かったかなと思ってんだけど。あー、俺が限界に近い眠さからかなるのかな、これは。今ね、本当に申し訳ない。限界に近い眠さです、もう配膳近くから。次負けたらやめます、今日は。あ、まだ死んでない。はい、まだ死んでない。よし、で、あそこにいるね。オッケー、はい、死になさい。もう生きてる資格ないわよ、あなたは。はい、来たね。知ってんのよ、知ってんのよ。え、当たってねえ。え？ねえ、2匹同時に走ってくのなしじゃない、さすがに。それはダメなんじゃないか。はい、どうぞ。おいでませ、おいでませ、おいでませ。待って、あー、ガードのボタンを間違える、やばい。はい、どうぞ行きなさい。よし、オッケー。まずね、あの辺にいるね、弓矢野郎を倒さないといけない。で、あそこにもいるでしょ。で、そこにもいると。ほら、おいでよ。ほら、来いよ。避けんな、避けんな、弾を。銃弾を避けんな、お前ら。おっと？うん。やばい。危ねえ。リロードが間に合わん。よく見えてるぜ、突っ込みな。いやー無理だ。はい、ちょっと今日はごめんなさい、ここでやめさせてもらいます。もうちょっとね、眠すぎても無理です。ただいまの時刻は、7月31日の3時2分でございますが、いやもう無理でございます、私は。はい、ありがとうございました、皆さん。はい、マジで今日はね、たくさんたくさん頑張りました、たくさんたくさん頑張りましたよね。ハイゼンベルクにも勝ちましたし、
まあバンドでもね昨日ね遅くまで頑張ってたんで11時くらいまで、ね今日はちょっと寝ようと思います。はい、お疲れ様でした。楽しかったです。バイオおうつすー、ありがとうございました。